はい、皆さんこんにちは。今日はですけども、不等式で表された立体の体積のお話についてお話をしていきたいなというふうに思っています。前回の授業では確か車軸回転と複素回転みたいなことも練習したと思います。動画だったのでちょっと心配なんですけれども、練習の方は自身でやってみてください。まあ強力な、ね、手法なのでぜひとも身につけるようにしておいてください。で、今日なんですけども、不等式で表された立体の体積ということで、まあ問題見ての通り、 x が0以上、 x2 乗プラス y2 乗が1以下、そして 0z y2 乗で表された体積 v は何でしょうというふうに出てるんですけども、まあもう xyz がある時点で、これ空間のお話ですね。空間座標 xyz 軸があって、その中において、これの条件を満たすような立体は何でしょうかっていうふうな問題です。まず空間って、まあ別にどう XYZ と置いてもらってもいいんだけども、よいしょ、こうですね、まあどっちをどっち向きに置いてくれても構いませんが、まあこう置いた時にですね、君だってこれ何やと思いますかと、はい、こいつ何やと思いますか。 X2 乗と Y2 乗が1以下であると、まあ、一般的には XY 座標だけで Z を考えないのであれば、 X2 乗プラス Y2 乗ってイコール1っていうのは、これは円ですよね。円です。つまり円なので、ここに、まあ、ちょっと斜めやから書きにくいですが、マイナス1、1、1、そしてここからこんな感じでいくのかな。はい、こんな感じの円になりますよね。しかも小なりイコールってことは円の内部かなっていうふうな感じがしますね。まあ、これが x2 乗プラス y2 乗イコール1、いや1以下ということになるんですけども、ここに z 軸が入るとどうなるかっていうと、こいつの意味合いは、まあ、しっかり空間の方を練習してもらわないといけないんだけれども、こう書かれていたらこれってどこを指すんですかっていうと、こいつの意味はこうですよと、意味を書き直すと x2 乗プラス y の2乗は1以下かつ z は何でも OK っていう意味です。Z は何でも OK ってどういうことかっていうと、 Z は決めてませんよってことは、 Z は好きな値取れますよってことなんですね。例えば Z が1で、 Z が1、ここですね、 Z が1、 Z が1っていうのはここなんだけど、Z が1だけやったら上の例に習うと、これって Z イコール1っていうのは Z が1かつ XY は何でも OK とっていう意味になりますから、 Z イコール1っていうのはこの Z イコール1を含むこういう平面になってるのかですか。1をちゃんと通ってるこういう平面を意味してるんですね。これが Z イコール1になるわけです。ってことは今回 X2 乗プラス Y2 乗が1以下でかつ Z が1やったらどうなるかっていうと、こっからちょうど上に上がってきて Z は1の場所まで上がってきてですね、こういう感じでこの平面上になんかあるかなというふうな感じがしますね。という意味でこの空間のなんていうか不等式というか空間の等式の表し方にちょっと慣れてほしいですね。ってことはこいつもそうです。 x が0以上って言ってるんだけど、 x が0以上っていうのは x が0以上であれば z や y は何でもいいって言ってるわけですから、 y 方向に好きなように左右に行ってもらってもいいし、Z 方向好きなように上下に行ってもいいんだけど、X は0以上ですよって言ってますから、手前じゃないといけないよってことは、ZY 平面より手前側だと。まあ、このちょうどホワイトボードが ZY 平面だとすると、そこよりもこっち側に突き出てるのが X 軸ですよね。なので、俺がいる領域は全部 OK ということになります。これよりも向こう、家の裏側はダメですよっていうふうに言ってるんですね。まあ、これがこいつが言ってることということになります。じゃあ最後。0以上 Z が Y2 乗以下だっていうのは、これは何を言ってるんでしょうか。ZY 平面だけで見てあげると、Z がイコール Y2 乗って何でしょうかっていうと、まあまあ分かりづらいと思います。初めての場合ね。この時って、まあ、ちょっと役割をこんな風に普段通りに書き直してあげると、なんちゃらイコールここにあるのが2乗って言ってるけど、一番分かりやすいのって、ここが X でここが Y でしょ。これが一番分かりやすいんですが、X 軸 Y 軸で Y イコール X の乗って言われたら、君らは、ああ、そこそこ二次関数でやってるのに分かりますよね。分かりますよね。ってことを、こういうのを頭の中でイメージして、ああ、そっかって思わないといけないわけで、ああ、Z が Y の役割してて、この Y が普段の X の役割してるなということから、Z イコール Y の乗って、こんな二次関数の形してますよね。はい。こいつがこの二次関数なわけです。それに対して、小なりイコールってことは、ここよりも下をイメージしてますよね。ここよりも下側。
z イコール y の2乗以下だってことは下っ側になりますよね。下っ側なんだけども z は0以上ですよっていうふうに言ってますから、ああなるほど、じゃあここで言う y は0以上っていうとここじゃないですか。 y は0以上って上半分でしょ。そして x2 乗以下っていうことは下ってことは二次関数の下っ側だっていうことですね。かつ軸の上だというふうなことを言っています。はい、イメージできましたか。こいつが、0から z が y の2乗だって言ってるんですね。でも x 座標は何でもいいよって言ってるってことは、こんな形のまま前に飛び出てきて OK っていうふうに言ってますから、まあ、イメージですね。なんかこういう感じ、前に飛び出てもよくって奥に行ってもいいので、こういうイメージ分かるかな。イメージ分かりますかね。おい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 というふうな、まあなんていうか、なんでしょう、あの鉄板、鉄板じゃなくていいや、うん、こういうノートを棒に引っ掛けてこうやってる状態と一緒ですね。こうやってる状態と一緒じゃない、y イコール x の2乗にこうやったら見えると思うんですけど、それを、まあ、こんな風に、うん、ずっと前後に動けるってことは、なんかこんな感じのイメージですね。イメージします。なので、その状態のこの部分が前後に出てきてるってことは、これごと前後に出てきてるイメージなわけです。はい、イメージつきましたでしょうか。大丈夫。空間ってちょっと難しいけどね。まあ、これぐらいのレベルのものはイメージできといた方が便利だというふうに思います。さてと。はい、ちょっとイメージつきにくいですが、y イコール x の2乗のこいつが、まあ、前にもずっと手前にも来て後ろにも行って、その下っ側で、なおかつこの辺より上っ側でこの円柱の中なんだよっていう風なものが、どうやらこいつが表したい図形なんですが、そいつの体積は何でしょうっていう、まあ、一見すると鬼ムズな感じの問題になってるわけですよ。で、まあそうですね、一番難しいのはこうどうやって積分すんねんってことなんですけども、積分の基本っていうのはあくまでも切断してそれを半にして、そいつらを寄せ集めて体積を求めようっていうのが一般的な戦略ですよね。なので今回も切断をするんですけども、その切断は X 軸で切断するのか、 Y 軸で切断するのか、Z 軸で切断するのかということで、まあ、様々、どれでしたらいいのかっていうのがちょっとよくわかんないですよね。なのでそこでポイントです。ポイント切断面の選び方ですね。切断面の選び方、それは何なのかというと、複数回複数回出現する文字や、もしくは字数の高い文字っていうのを定数化して考えなさいっていうのがポイントです。ちょっとよく意味わかんないですって思うかもしれませんが、例えば、X 軸があって、こう、FI イコール FX っていうのがありましたよね。昔こうやって。はい、面積なんでしょうかっていうふうに言われたら、まあ今でこそ当たり前ですが、インテグラルで、X 方向に切ってたんですね、実は。どうしてたかというと、なんだ、ある場所 X、ある場所 X の時の Y 座標が FX だから、そいつに厚み DX を持たせて、高さが F、厚みが DX、デルタ X と。っていうふうに持たせて積分をするから F×DX で横の長方形、そいつをこの A から B だったら A から B まで寄せ集めてこいよっていうふうな形で面積 S を出してるんですけど、はい、大事なのはここですね。ある場所 X っていうふうに置いたらね、で、ある場所 X ってこの X 自体が文字に見えるんだけれども、感覚的にはこの X がまるで A から B の間の3とか5とかっていう数字やと思って、定数だと思って何かしら選んであげると、それに該当する Y 座標があるから、X の赤 X を代入してできた F 赤 X っていうのは縦の長さだよね。縦の長さかける横幅デルタ X でもって長方形、その瞬間の X の瞬間の長方形ですね、っていうのを作ったんだということをしていたんだけど、イメージわかりますかね。うん、そんな感じのことをしてたんだと。ってことで、ここで言う定数化っていうのは、ある場所を X としてっていう、この X としてってした瞬間、X を定数化してあげたことになるんだけども、これと同じ作業のことを言っています。なのである場所 Y においてとか、ある場所 X においてとか、ある場所 Z とするとというふうに考えたときに、その文字っていうのはですね、ある場所例えば Y っていうふうに置いた瞬間、 Y はもう数字なんだというふうに考えてもいいよねっていう話なんですよ。で、文字に置いたのか置いてないのかちょっと分かりにくいですから、今回はこうやってやってみたいなと思うんですけども、はい、ポイントに従っていくと、
出現回数が最も多くて、X は2回ですね。Y は2回ですね。Z は1回ですね。ってことは、Y と X が、まあ、引き分けなわけですけども、X はここは X0 以上っていう、まあ、簡単な話で、こっち側は X2 乗です、Y2 乗。二次式になってて、こっち側にも Y2 乗があるから、どっちかというと Y の方が重たいですよね。Y の方がたくさん出てきてるかなと。で、次数もあるかなっていうような感じがするので、Y イコール T で切ってあげることにします。ということで、まず一発目。Y イコール T とすると、はい、ここでは先ほど言っていた面積を求めるときに、ある場所 X とするとって言ってるとか、ある場所 Y としたときの SY とかっていうふうにやったと思うんですけども、ある場所 Y とかある場所 X っていうこの文字のまま使っちゃうと、後で見分けつかなくなっちゃうので、今回に関してはある場所 Y とするとって言いたいんだけど、それを T っていうふうにあえて書き直しておきますね。定数だってことを意識するためにそうしておきます。はい、ある場所 Y を T とすると、そうすると、図形の中ではある場所 T っていうのが選ばれるわけですよね。こうやって選ばれちゃうわけです。さあ、その時の切断面はどうなるのかっていうことで、もう切断面が分かんなくてヒヤヒヤすると思うんですよ。だって、この辺とかぶち当たるかな、こうやってね。で、この手前ってどうなってるんやろ、まあ、この辺はなんかろうじで分かる気がしますね。T で言って、この辺ってどうなって切られてるんやろ、うん、ちょっとよく分かんないですよね。よく分かりませんね。分からない。いいんです。分かんなくてもいいんですよ。ここがめちゃめちゃお前らに伝えたいことなんですよ。で、切断面の形が分かんない人ってどうしたらいいですかって予備校の先生に聞いたら、諦めてくださいって言われたんだけども、諦めさせたくないので、なんとかシステマチックに解けないかって思って今回の授業やってます。なのでここからちゃんと聞いてくださいね。 Y イコール T とすると、はい、条件集まず見てください。この部分すべてを Y、T に変えてやります。そうすると X は0以上で、 X2 乗プラス T の2乗は1以下になりますね。そして0から Z は T の2乗以下というふうに出てくるの分かりますか。はい、もうこれ大丈夫ですか。大丈夫。 Y の場所すべて T にすり替えたりしてあげるということなんですが、大事なことですよ。大事なこと。 Y を T とするとって置いた時点で、この T っていうのはもう定数って言ったら分かりにくい数字だよ。3とか5とかっていう数字やでというふうに思っていいんだよと。そうすると、この部分めっちゃ気持ち悪くない？ X2 乗足す3の2乗が1以下やっていうのをほったらかさないでしょ。普通君らはこうやるんですか？移行やって1引く T の2乗。X の2乗は1引く T の2乗。2乗の形になってるので、マイナスルート1引く T の2乗から X はルート1引く T の2乗っていう形に書き直しますよね。こっちが、これはどうでしょうか。これは Z は3の2乗で9以下だ。0から9だっていうふうに言われてるのと一緒ですよね。一緒なんですよね。さあ、そう考えてあげるとどうなるのかっていうと、ZX 平面でものを見てあげましょうと。ZX 平面でものを見てあげましょう。そうすると、どんなことが分かっているのかっていうと、まず、X は0以上で、なおかつ、マイナスルート1引く t の2乗からルート1引く t の2乗。ってことは、0以上でこうなんだから、この結果合わせたくなりますよね。こいつを合算して、0から x はルート1引く t の2乗っていう感じになりますね。これ難しい文字に見えるけど、t は数字ですから、数字ですから、ちゃんとルートの中に収まれるような数字なわけですね。なので、3とか5とかになるわけですよ、ここは。まあ、なり得ないけどね。2分の1とか4分の3とかそんな感じになるんやろうけど、ルートとかね、まあ、なるんだろうけども、何かしら数字、0から数字までがつってるんだから、ここで言うと、x は0からルート1引く t の2乗までだって言ってるんですよ。こっからここまでだよっていうふうに言ってます。OK？ そして、その次、z は0から t の2乗ってとこまでだよって言ってるから、t の2乗までだよって言ってるんだけど、はい。これをきちんと両方ともかつにすればどうなりますかと。X は0から3の間だよっていうふうに言われたら、平面で言うと0から3って、こっからここまで、これ全部ちゃいますか ?0 から3って、これ全部ちゃいますか ?Z は0から t の2乗って、こっから t の2乗って、これ全部ちゃいますか平面の中で言うと。そうでしょ？さっき空間の話したけど、平面に戻っても一緒だよな。X イコール1って言ったら、1っていう点だけじゃなくて、全部だよね。縦も直線だからね、X イコール1って。y イコール t の2乗っていうのも真横の棒になるな。z イコール t の2乗は横の棒になります。0から t の2乗ってことは、この縦もこんな感じの領域になる。ってことは、この領域でかつこの領域だよっていうふうに言ってるから、描ける図形っていうのはこんな風になりませんか？わかりますか？
条件式がくれている、これが断面図です。こいつが断面図なわけです。断面図はなんと条件を見てお絵描きするとシステマチックに作れちゃうわけですね。ここが革命なわけです。ということで、いつもだったら何をしていたかというと y イコール t で切った面積 sy って言ってたけど、今回は t で表した、ここの面積が st というふうになるわけですね。はい、そういうことで st はどうなるのっていうと、 st は t の2乗かけるルート1引く t の2乗ですよね。はい、こいつが st になるわけです。さあ、ST が求められたら切断面が分かったんですね。実はちょっと今のやつを書いておくと、ST ってここですよ。ある場所 T で切った時の切断面は、実はここ。ここ。はい。こんな感じの切断面になったんですね、本当は。図形の中で書けてなかったけれども、不等式をちゃんと解いてあげると切断面が分かるってことなんですね。さあ、ある場所 T で解いたんだから、次は、これをハムにして厚みを持たせて、今 y イコールある場所を y としてやったんだから y 方向で積分をしてあげないといけませんよね。はい、ということで、y は t なんだけども、 t っていうのは x 2乗足す y の2、 x 2乗足す t の2乗が1以下にならないといけませんから、まあこの部分見たことか、ルート1引く t の2乗ですから、ルートの中を正にしてあげるものじゃないと t は選べませんね。したがって t はマイナス1から t は1ですよね。はい、これ大事です。これ大事。積分区間っていうのは今まで扱ってきた不等式たちの中で必ず決められますから、ちゃんと積分区間取ってきてください。わざわざ書いてくれてません。なので自分で取ってきてくださいね。そうすると体積分はどうなるの。インテグラルマイナス1から1までの ST の DT で積分が可能だということなんですね。あとはこいつを頑張って積分せっせこせっせこしてもらえると答えに至ります。答えですね、8分の π ですかね。8分の π になれば成功ということになります。ちなみに、この積分、どうやってするか分かりますか？ちょっと難しいですよね。この積分ね。なんか、瞬殺型じゃないな。ここもし t やったら、中身の微分で -2t が出てくるから瞬殺型かなっていうふうに思うし、思うんだけど、そうじゃないね。で、範囲が -1 から1。しかも -t 代入しても2乗やから消えてくれるから、これ帰還数なので、0から1にして2倍にしといてね。面積2倍の0から1にしたらちょっと楽になります。計算が楽になるけど、まあそれは置いといて、この中身で積分するやん。この中身の積分は、こいつがいる形やから、そっか、t イコールサインシータと置換ですね。と置換すれば、これで、この中身がコサインシータに変わる。うん。だからここはサインシータやから、サインコサインになる。dt はさらにコサインシータ、d シータですから、コサイン、サインの2乗を、コサインシータ、コサインシータ、d シータやから、サイン2乗、コサイン2乗を積分するのと一緒になるから、これやったらできそうですね。はい。という形で積分ができる問題になります。じゃあ、今から君たちにやってもらいたいのはいいですか？先生、今一番楽な方向、y イコール t で切っちゃいました。じゃあ、x イコール t で切ったらどうなるでしょうか？まずはこれを練習しておいてください。どうぞ。はい、じゃあ回答ザーッといきます。x イコール t で切っちゃいましょう。x イコール t とすると、まあそうすると、まあこの時点で x は0から1ですね。まあこれどうせ後で使うので、だから t の範囲は0から1なんだろうなってことは覚えておきましょう。さあ、そうすると、t に変えると t は0以上。3は0以上。どうでもいいな。はい、次。t の2乗プラス y の2乗は1以下。そして今度は、もうないね。z が。y の2乗以下だというふうになってます。じゃあこいつら不等式をちゃんと表していきます。何平面かというと、この平面は yz 平面ですね。 yz 平面で表してあげましょう。そうするとまずこいつですけど、ここ5とかがおる定数やから、 y の2乗足す5が1以下、ちゃんとこっち持ってきたいですね。持ってくるとこいつは y の2乗は1引く t の2乗、つまりマイナスルート1引く t の2乗から y はルート1引く t の2乗って言ってますね。うん、こうなっちゃいます。したがって、y 座標っていうのは、マイナスルート1引く t の2乗から、ルート1引く t の2乗までですよね。ここからこの範囲を動くぞって言ってます。まずこれ大丈夫と。そしてその次、z イコール y の2乗ですから、これさっきやりましたね。二次関数やな。ちょっとこれ邪魔で書きますね。こんな感じですか？ z イコール y の2乗ですね。そして、0以下で0以上ですから、なるほど。
この範囲で、ここより下で、なおかつ上で、そしてここからこの間やから色塗りすると、はい、こいつが ST になるのがいいんですか。ということで、面積 ST は何ぼじゃいというと、2倍すればいいな、左右対称やからな。インテグラルの0からルート 1-t の2乗まで、はい、と全然これは5だと一緒やからね。の、上の関数引く下の関数すればいいから、y の2乗引く0の dy ですね。で、積分をしてあげると、こいつが ST になりますよと。その ST を解析部位はインテグラルして、t は0から1万ですね。0から1万で ST を積分してあげると、同じく8分の π が出てきますよっていうことで、x イコール t での切断が終了です。で、残りは z イコール t での切断ですね。まあ、これ一番難しいので、最後はプリントで紙で見せたいなというふうに思います。じゃあ今日の授業は以上でした。